よし、あと少しでチャンピオン取れるぞ。やった、チャンピオンだ。やっぱり時代はエイペックスだな。なにこれ。フォートナイトから逃げるな。さすがにもうフォートナイト飽きたよ。それなら私がフォートナイトの魅力をプレゼンしてあげるよ。よろしくお願いいたします。じゃあオープニングどうぞ。僕の名前シバエリだ。チャンネル登録してください。フォートナイトのここが面白い。まずフォートナイトはいろんな機種で無料で遊べるので、まだインストールしていない方は無料だからやりなさい。そしてクリエイターサポート、 SHIBAERI で登録。うつ主の声が霊夢さんと一緒なので退場してもらいました。フォートナイトのここが面白い。クリエイティブ。バトロワに飽きた時はクリエイティブ。クリエイティブって自分で何か作るモードでしたっけ？自分でも作れるし、他の人が作ったマップでも遊ぶことができます。このようなホラーマップや、ディズニーランドをモチーフにしたマップ。おー、すごい完成度が高いマップですね。そしてアスレチックマップ。フォートナイトでアスレチックもできるの？まだまだいろんなマップがあります。鬼と隠れる人に分かれて、隠れんぼマップもあります。でもぼっちの人このマップで遊べないじゃん。そこのところは問題ありません。一緒にやる人がいなくてもマッチング機能があるので知らない人と隠れんぼをすることができます。マッチング機能は助かります。車に乗って鬼ごっこするモードもあります。面白そう。他にも脱出マップやレースマップ、ホールガイズなどクリエイティブは無限に遊ぶことができるので、バトロワに飽きたらクリエイティブをやりましょう。そしてクリエイティブハブに行けばこのように、面白そうなマップがたくさんあるのでこれらをやるっていうのもいいですね。フォートナイトのここが面白い。インポスターズ。通常マッチより人気なんじゃないかと言われている、インポスターズモード。フォートナイト版アモングアスですね。通常マッチをやらないでインポスターズばかりやっている人もいるとか、最近ではボイチャ機能が追加され、より一層人気モードに。インポスターズモードが出る前は、クリエイティブでアモングアスみたいなゲームが遊べていました。クリエイティブって何でもありますね。ですがこの頃はまともな会議ができなくて、話し合いをしないで票を入れる感じでした。そう考えると今のインポスターズモードは神モードですね。なのでフォートナイトから逃げた人はインポスターズモードだけでもやってみるのはありかもしれません。フォートナイトのここが面白い。競技。フォートナイトは競技こと大会がよく開催されます。でも私フォートナイト下手くそだから大会に出てもすぐやられちゃうよ。大会は参加するだけじゃなくて見て楽しむこともできます。おへ、そのシーズン最強を決める FNCS ではプレイヤー目線で観戦することができ、さらに YouTube では FNCS を実況してくださってる人もいるので、推しの選手を見つけて応援したり、フォートナイトのモチベがなくなった時に熱い試合を見てモチベを回復させることができます。野球やサッカーみたいにスポーツ観戦気分で大会を見ることができるのはいいですね。フォートナイトはやめたけど大会は見ているという人も少数ながらいて、プロゲーマーさんたちも YouTube 活動を活発的にやられている方も増えてきているので、これからさらに注目される分野になっています。フォートナイトのここが面白い。ストーリー。フォートナイトのストーリーはめちゃくちゃ細かく練られています。フォートナイトってストーリーあるの？あります。今ストーリーの内容を説明すると動画の尺的に足りないので、詳しくフォートナイトのストーリーを知りたい方は、フォートナイト日本最速の男タクマンさんが解説、考察をされています。フォートナイトのストーリーが面白いというのは周知の事実であり、そしてさらにストーリーを面白くしている要素、それが、考察。考察？フォートナイトはこのようにマップ上に意味深なものが置いてあり、それがストーリーの伏線や、ストーリーの進展などを確認することができ、ひたすらマップ探索をして、ストーリーの考察をするというのも、フォートナイトの魅力の一つです。私も考察してみようかな。面白い考察が思いついたら、定期的に開催される考察大会で、タクマンさんに見てもらうとより考察が楽しくなると思います。っていうことでいかがでしたでしょうか。フォートナイトって通常マッチだけだと思っていたけど他にも面白いことがたくさんあったんですね。そうなんですよね。他にも今映像に映ってる、いきなり終盤から始まるレートゲームや、スキンとバックアクセサリーの組み合わせを考えて楽しんだり、いろんな人とタイマンをすることもできます。お手軽にタイマンできるのいいですね。
さらに期間限定モードで遊んだりと、フォートナイトは無数の方法で楽しむことができるので、フォートナイトをやめてしまった人も、今回紹介したどれかで楽しんでみるのはいかがでしょうか。私もインポスターズ楽しそうだったからやってみようかな。それじゃあ今から一緒にインポスターズやりますか。一緒にやります。チャンネル登録お願い。